皆さんこんにちは、 DOT キッタンへようこそ。どもどっとです。今日はこちらです。はい、こちらでございます。カルビー帰ってきた厚切りレインボーポテトチップス七色だし味でございます。はい、こちらはドンキホーテで買ってまいりました。そして今回はあの皆さんおなじみジャイアンに紹介してもらいたいと思います。ではジャイアンお願いします。みんな、今回は俺がこちらのカルビー帰ってきた厚切りレインボーポテトチップス七色だし味を紹介していくぜ。おいお前ら、最後まで見なきゃギタギタにしてやるからな。じゃあまずはこちらを開けていくぜ。はい、ということで開けてまいりました。で、見た目はですね、ほらこんな感じで、まあ普通の厚切りのポテトチップスとあんまり変わらねえな。そしてこれはめっちゃすごいぜ。いろんな食材の匂いがするな。では食っていきたいと思います。いただきます。めちゃくちゃうめえポテトチップスだな。で、どんな味かと言いますと、まあ普通のカツオや昆布の出汁の味かと思いきや、エビやらしいたけ、牡蠣、その他のいろんなうめえ食材の味がするな。まあだし汁といったら俺の母ちゃんも味噌汁を作るときに作るが、その日じゃねえな。まあこのポテトチップスの方が母ちゃんの味噌汁よりはうめえけどな。おいみんな、今の話だけは母ちゃんには内緒にしていてくれよ。こんなことを俺が言ったと言ったらギッタギッタにされるからな。で、今回なんですけど、こちらアサリ、シイタケ、カツオ、ホタテ、エビ、カキ、昆布の7種類のエキスが入ってるんだってな。まあ道理でいろんな味がすると思ったぜ。一番驚いたのはカキやエビからも出汁が取れるってことだな。これは絶対母ちゃんには教えておいた方がいいぜ。そうすれば母ちゃんだってもっと美味しい料理が作れるようになるからな。はい、ということで今回はこちらのカルビー帰ってきた厚切りレインボーポテトチップス七色だし味を紹介してきたぜ。で、感想はですね、まあこちら昆布やカツオなどおなじみのだしの味以外にも、カキやホタテ、アサリといった今までにはない超うまいだし汁の味がするポテトチップスが手に入ったということで、俺は満足してます。で、みんなもこちらドンキホーテに売ってるので、ぜひ買ってみてくれよな。じゃあ俺はこれで失礼するぜ。早く帰らねえと母ちゃんのうまい飯が食えなくなっちまうからな。ということですね。では皆さん、次回も DOT 劇団をお楽しみください。この DOT 劇団、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。グッドバイ。